これが最初、何やったかな、ミスした箇所の説明でミスしてます、ダメじゃん、ダラララララとか、なんかちょっと変な感じで覚えてしまってた。アサリオンチャンネルスタートです。こんにちは、アサリオンチャンネルです。今日も、ピアノの、発表を聞いてくださってありがとうございます。毎日暑い日が続きますけれども、皆さんお元気でしょうか。今日はですね、暑いので、先ほどキッチンで寒天とあんこを作ってあんみつを作るという動画を撮ってたんですけれども、ピアノの、オープニングを撮るのを忘れてまして、で、もうこのキッチンからお届けすることになりました。で、ソナチネ、なんですけれども、クーラウの 55-3、なんていうかな、ソナチネをやってると、しみじみ、蝶々がほとんどだな。しかも今日は波蝶々。で、まあ蝶々が悪いとか、単調がいいとか、そういうのじゃなく発見楽だもんね。初級中級ってやっぱりほとんどが蝶々だなと。ブルグミラーに、単調も入ってきますけれども、ソナチネもほぼ 100% 蝶々。で、蝶々は明るくてとてもいいし、大好きなんですけれども、さすがに、単調も弾くの曲も弾けるようになりたいなと思いながら、で、ソナタアルバムになると単調の曲も入ってくるので、ちょっとそこが楽しみにしております。蝶々といえば、うん、矢野顕子さんですよね。そうなんです。私、矢野さん大好きなんですよ。矢野顕子さん大好きで、で、80年代の洋楽も大好きで、まあ、私たちの世代なんですけど、まあ、蝶々、単調かっていうと、蝶々の方が多いかなっていう気はしてるんですけれども、まあ、と同時に中島みゆきさんもすごい大好きで、大変尊敬しているんですが、中島みゆきさんはどっちかっていうと、単調寄りの曲が多いです。だから、単調の曲も、クラシックではどっちかというと、やっぱり、単調の方が難しいっていうイメージありますよね、ショパン。矢野さんも。難しいよ。でもまあ、モーツァルトとかは、蝶々の曲の方が多いのかな。よくわかんないんですけど。曖昧な情報ですね。まあ、それでちょっと、蝶々、単調のことを考えながら、ちょっと練習をしておりました。はい、今週も、いくつも、難所がありましたので、そのこと、大きく、二つぐらいありましたので、そのことを語っておりますので、見ていただければ嬉しいです。
ここですね。最初。発見も難しかったみたいです。っていうとこなんですけど、これが最初、たっ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 たん、たらららららんとか、なんかちょっと変な感じで覚えてしまってたので、そこですね。入っちゃったね。入ってたのかな。だからリズムは取れなかったという。ここちょっと早いので、見ややこしかったんですよ。変な休み入ってたんだよね。という、そこ続いていくと。ここが難しかったのが1点。あとは、中盤のところで、ちょっと感じが変わるところ。ここですね。ここが、指がですね、左手。お指、クモさんみたい。ってやったときに、ね、それで同じ音なのに、5、3でやってたものを4、2に変えていくって、そこはちょっと難しかったんですよ。ここ。僕にはよくわかりません。ここ、4、2。4人に変える理由はあるんだなと思ったので、ここはその通りにしたんですけど、ちょっとややこしかったね。5、3でやって、4でやる。そこがちょっと、頭がこんな感じがあって、なかなか難しかったです。そこが2箇所です。ちょっと丸、ここのところのちょっと異常な厚さで、随分短くはして、まあ、トリミングの動画とかも上げたんですけど、ちょっともう暑さで耐えられないので、人間も犬も持ちません。抱っこして弾けないんだよね。暑くて、ちょっと私も弾きづらいし、この人も暑いので、今年はちょっと大変なので、皆様、お体気をつけてください。寝てていいんだって思ってた。暑いのに小豆茹でてあんこ作るって二人はちょっとおかしいです。ピアノとお料理、野菜や樹木のお世話、一番大変なのはわがままお父さんなんだって。いい子なのは僕だけです。いい子とチャンネル登録、質問、励ましコメントお願いします。お散歩行こうよ。またねー。